十勝の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部、9月号は目室町にある目室新嵐山スカイパーク。いらっしゃいませ。メムピーソフトというキュートなネーミングのスイーツは、目室町のピーナッツを使ったソフトクリームのこと。この夏に一新した目室新嵐山スカイパークで7月15日にお目見えしました。7月15日から目室新嵐山スカイパークで発売したメムピーソフトです。目室産ピーナッツを使ったソフトクリームです。目室産ピーナッツは十勝の豊かな気候と土でですね、他の産地よりも大変甘みの強い落花生になっております。目室新嵐山スカイパークでは農村地帯の宿として地域の方と一体になってこの目室を盛り上げていきたいという気持ちがあります。でその中で、そのソフトクリームというところを、ブラッシュアップしたいと考えてまして、そこに目室産のピーナッツがぴったりなんじゃないかなというところで、始まりました。目室産ピーナッツを、ローストしたペーストをソフトクリームの生地に練り込んでいます。ソフトクリームのミックスは帯広のウェモンズハートさんにご協力いただいて、こちらのソフトクリームが完成いたしました。味はそうですね、落花生の香ばしい香りがほんのり香りまして、あまりしつこくなくちょうどいい加減、そしてソフトクリームのやはり美味しさも際立つソフトクリームになってます。トッピングには、クラッシュしたピーナッツと、私たちで作っている自家製の、グラノーラとは、ローストしたピーナッツが殻付きのまま乗っているのが特徴です。召し上がっていただいたお客様からは、食べた瞬間に、ピーナッツの香ばしさが感じられるけれども、後口が、さっぱりしていて食べやすいという私たちが思ったあの通りの、ご感想をたくさんいただいていて嬉しく思っております。知人友人からもですね、すごい連絡が来まして、ソフトクリームとピーナッツってすごい合うんだね、美味しいねっていうことで大変喜んでいただいてますし、皆さんというかもう目室ピーナッツ知ってもらってるみんなは発売日に合わせて食べに行ってもらったりってことで、はい、とても嬉しく思います。目室ピーナッツが丹精込めて育てたピーナッツは目室新嵐山スカイパークでも購入可能です。目室ピーナッツという生産グループで活動をしておりまして、十勝目室をですね、新たな落花生の産地へということを目標に栽培を頑張っております。今年は13個の目室町の農家で落花生を栽培しております。今年の夏から新たにこちらのバーベキューテラスですとかドッグランの新設、ハンモックフォレストやキャンプサイトのリニューアルなど夏でも楽しめる嵐山を目指しています。あとは奥にワンパック広場という私たちのスタッフが手作りしたアスレチックエリアがあるんですけれども、そちらは無料でお楽しみいただけます。本当にこの今新しく嵐山が変わろうとしている中で、その一つとしてですね、メムピーソフトということで作っていただいて本当に嬉しく思います。なのでそのメムのピーナッツを知っていただくきっかけにもなりますし、 MP ソフトを食べに行っていただいて、そして嵐山で遊んでいただければ嬉しいなと思っております。ぜひ MP ソフトをきっかけにたくさんのお客様に目室新嵐山スカイパークにお越しいただきたいなと思っています。そして MP ソフトを通して目室ピーナッツさんですとか、たくさんの生産者の方を知っていただきたいなと思っています。目室愛が詰まったメムピーソフト、食も遊びも目室の新たな魅力を見つけに、まずはドライブに出かけてみませんか。